も行きますからね、ご注意ください。
右側にございますバスはですね、当社のバス、東京のバスですね、羽田空港事業所、それと、羽田空港工事業所というところと、羽田空港事業所の2カ所がございます。と、それとあと成田空港事業所の3カ所のバスがここに約100台ほど旧車となって置いてあります。このコロナの影響でですね、今のところ全く動く、状況ではございません。このバスがですね、早くコロナが収束して動けるようになればですね、この車が東京都内、千葉、横浜方面、渋谷とかですね、東京都内23区回るようになると思います。あの車はですね、ディズニーに使う車だと思います。の貸金車両の予定となっております。55番ってバス見えますかね。あれがね、とね、ディズニーのね、カラーリングを施したね、ジャパンエアラインって書いてある、ジャルパックって書いてありますね。あれがディズニー専用のバスです。あれはね、西高のね、オートマチックとなります。乗車のね、トラックになります。上乗加工体験とかですね、そういうのもできますのでね、ぜひね、乗ってみてください。